どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日スーツです。裏地の黒ずみ汚れと輪じみのおしみ抜きをさせていただきました。シワもね綺麗になってますんで、ぜひ見てください。ウール 100% のオーダースーツでございます。購入して3年ってことがタグを見て分かりました。特別な時にしかスーツは着ないって方はですね、冠婚葬祭で着ることができるブラックのスーツとそれ以外の色のスーツ2着あればまあ大丈夫ですよね。でも仕事でスーツを着る人はもっとたくさんお持ちなはずです。好きな服地、色と柄と素材を選んで好きなスタイル、シルエットとかディテールですね、ナポリスタイルとかブリティッシュスタイルとかいろいろありますよね。そして採寸してもらってスーツを作る、いいですね、ワクワクしますよね。大人の男性の服としてドレス系の最上位はスーツですよ。そんな分かりやすいシミなんかつけた日にはですよ、大急ぎでなんとかしなきゃってシミ抜きを依頼するはずです。でもそんなことほぼないんです。綺麗に気をつけてきてるんですよ。で普通に着てるんだけどシミとかない、じゃあいつ洗いますか、どれぐらい着たら洗いますか、見てわかる汚れやシミがないならば洗わないって方実は大勢いれますよね。見て大丈夫、クンクンしても大丈夫、ん？いや大丈夫なはず、まあ念のためシューッとしておけばいいか、そんな感じで洗わないで着ることができちゃいますよね。当店のお客様には週1でご来店くださってワイシャツを依頼してくださるんですが、スーツはシミをつけた時だけって方がいらっしゃいます。ご来店の時の服装もスーツだし、ご依頼のワイシャツの数と頻度からして毎日スーツを着てるはずなんですよ。何着か持ってるスーツをローテーションしているはずですが、ワイシャツと同じ感じで着たら洗うといった習慣がないんですね。会社の制服というか事務服も毎日着て仕事をしているわけですが、どれぐらいの頻度で洗いますでしょうか。全く汚れ仕事なんかしないデスクワークで接客もしているけど、うちはスーツじゃなくて社名の入ったブルゾンスタイルなんて方もいらっしゃると思うんですが、そういった場合はどれぐらいの頻度で洗いますでしょうか。もっと洗ってほしいなって思ったりね、僕だったらもう洗っちゃうななんて思うことは四六時中ありますよ。言わないけどね、洗うと痛むなんてことがあるとすればですよ、どんな洗い方したんですかって思うし、そんな痛む可能性のあるような洗い方をしなければならないほど汚れがひどかったんですかって思うし、どれだけデリケートな素材なのかななんて思ってしまいますよ。ジャケットの裏地だけこの色だから汚れが目立つんですよね。スラックスはこの色じゃない濃い色だから目立たないんですよ。だからスラックスと同じ裏地の色だったらジャケットも洗わなくてもいいって判断になっちゃうかもしれないです。裏地なんか着たら見えないんだし気にすんなよなんて方もいるでしょうしね。結局いつ洗うかなんて自由なんですよ。どの状態が気になるかも個人差ありますしね、どこにクリーニングを依頼するかも全部自由です。たまたま僕がメンテナンスをさせていただける番が来たのなら、うわー綺麗になったな、依頼してよかったなって思ってもらえるように一生懸命クリーニングやシミ抜きをさせていただきます。フルオーダーとイージーオーダーが違うように、ウール素材を選んだ中にもいろんなウールのグレードがあるように、採寸だって縫製だって誰がやっても同じじゃないですよね。洋服のメンテナンスもかなり違いますよ。靴は自分で磨けるからピカピカ、スーツは自分で洗えないからヨレヨレなんてね、バランスが悪いじゃないですか。ぜひね、当店にご相談してみてください。めちゃくちゃ綺麗になってますよ。あと襟の裏のところの発色性が悪くなってちょっと白っぽくなっていたところもですね、同じ色味に戻りましたのでいい感じに仕上がったと思います。お客様もね大変喜んでいただきました。よかったです。今日はここまでです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。